バスファブチャンネルへようこそ。今回はエラーコードが表示されて Windows が起動できない場合の対処法をご紹介します。アクセス可能な別のパソコンからバスファブコンピュータマネジメントをダウンロードして起動します。 USB を接続した後、今すぐ起動ディスクを作成するをクリックします。修正が必要なオペレーティングシステムと起動メディアを選択します。続ける、次へと進みます。修復環境 ISO をダウンロードし、起動ディスクを作成しています。しばらくお待ちください。起動ディスクが正常に作成されました。画面の手順に従って Windows システムを修復してください。では実際にやってみましょう。起動できないパソコンに先ほどの USB を挿入します。コンピューターを再起動し、 F12 キーを連打して起動メニューを表示します。起動メニューに入ったら USB を選択してください。コンピュータマネジメントの画面が出ますので、自動修復をクリックします。オペレーティングシステムの修復が必要なパーティションを選択し、修復を開始を押してください。修復中です。しばらくお待ちください。自動修復が完了しました。再起動をクリックしてください。パスワードを入力すると、このようにホーム画面に入ることができました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。